そうですね、やっぱり、ファイブレッグ目をやっぱり自分でゼロワンをチョイスしたっていうところがやっぱり一番印象に残っていますね。やっぱりもうボリス選手が、先行でゼロワンっていうのはもう限りなく5ラウンドで上がられる可能性がやっぱ高い中で、自分の中ではやっぱりもっと701の高校で、しっかりと5ラウンドでチャンスを待とうっていう風に、まあ、自分の中ではもう本当にいい状態でないとその選択肢は出ないので、でもそれで思い切ってチョイスをして、で結果やっぱ144っていう数字も正直残り数字としてはいい数字ではなかったんですけど、その中で144をしっかりブルー54トップとしっかり決め切れたことがもう本当に印象に残っています。The winner! Keita Ono from Japan! そうですね、もう楽しみしかないですね。やっぱもう世界のトップ選手と日本人のトップ選手とかぶつかり合うっていう本当に貴重な機会だと思うので、まあ、もちろんやっぱり出るからには優勝っていう気持ちが強いので頑張って優勝を目指したいですね。今回ザワールドグランドファイナルへ出場することができまして、日本からそして世界からいろんな方から連絡をいただき本当にありがたいことだと思うので、今回のグランドファイナルいい脱走して優勝したいと思うので応援よろしくお願いします。